はい、ぼっちです。今回は大阪から長野の方に行く阪急バスのアルペン号、これがねめちゃくちゃ快適やったんでちょっと紹介したいと思うんですけど、このバスは普通の4列シート、真ん中に通路があって右と左に2つずつシートがある、まあ普通の観光バスのタイプなんですけど、これがねめちゃくちゃ快適やったんですよ。だからちょこっと紹介しますね。まずは乗り場なんですけど、大阪の梅田の阪急3番街というところにあります。で、これが受付のカウンターですね。いろんな方面にバスが出ています。で、こちらが、券売機。ほんでここが待合室なんですけど、まあそんなには広くはなかったですね。で、このね、近くに、まあ、中に、お土産も売ってるようなちょっとしたちっちゃい売店があって、あとね、自動販売機もありました。これが、バスの発車案内なんですけど、今回は8時半発のアルペン稲郷に乗車しました。このね、待合室の外には、バスの発着所があります。全部で、4つ乗り場がありました。はい、バスが到着です。はい、でね、車内の中身こんな感じなんです。真ん中に通路があって両サイドに2席ずつの本当にオーソドックスな、観光バスタイプの、車内なんですけど、で、左の、ね、真ん中あたりに、トイレに、降りる階段があります。ここですね、この階段の下にトイレがあります。ちょっとね、急な狭い階段なんですけど、でこれがトイレの入り口で、中ちょっと見てみましょうか。はい、中こんな感じ。決してね広いとは言えない狭いトイレです。一応手洗うとこと鏡なんかもついてますけど、まあ本当にないよりマシかなっていう感じのトイレです。座席の方の紹介もちょっとしときましょうか。これがね、座席ね、2列並んでるほんまに普通の座席です。でこれが、アームレスト下ろした状態ね。で、これが、前の席の背中の部分。テーブル、ちょっと出してみましょうか。これひねって、はい、パタンと、まあちょっとちっちゃめですね。足元にはフットレスト、一段パタンと、でこれで終わりかな思ったらもう一段、はい、パタン、こんな感じですね。一応ね、車内には Wi-Fi が無料で使える Wi-Fi が飛んでました。途中ね、2回ほど休憩を取りました。まず1箇所目の休憩場所は多賀サービスエリア。
2カ所目は恵那峡サービスエリアです。さてさて、このバスの一体何が快適やったかと言いますとね、ただの4列シート、シートの前後もそんなに広くない、ただの4列シートのバスなんですけど、あのね、それはお客さんが全然乗ってなかった。もちろんね、時期にもよると思うんですけど、僕の乗った時の乗車率は多分30から40ぐらい、半分はいてなかった。2人で乗ってきはったお客さんは横並びで座ってるんですけど、僕みたいに1人で乗り込んだお客さんは隣誰もいなかった。1人で2つの席独占できるのはもうこれ以上のない快適。あのね、隣も気にせんでよくで、僕の場合後ろも誰もおらなかったんでリクライニングして快適でした。はい、もちろんね、あの時期や曜日によって違うとは思うんですけど、とても快適な旅でした。ということで今日はこの辺で、ほな、さいなら。